どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、とうとう届きました。結構かかりましたね。 6g のリアルカードですね。やっと届きましたね。ちょっと飛んでたら申し訳ないんですけども、ここにね 6g って書いてあると思います。本日はですね、こちらの開封と、実際のセットアップですね、まあ利用できる状態までですね、やっていきたいと思います。それではですね、実際に開封していきましょう。表も裏にもね、何にも額面がないね、っていうのがこの 6g ということで、楽しみですね。開けました。開けてるとね、こんな感じなんですね。かわいいですね。 6g って書いてありますね。では実際に開けていきましょうっていう前に、あ、これ以外何にも入ってないですね。本当にカードだけ入ってるっていう感じですね。では開けましょう。開けました。では、あ、ちょっと中開けるとですね、こういったカードと、これはね、裏にね、リアルカードの利用方法ということで、まあこちらセットアップの方法ですかね。ちょっと公開するとね、良くなさそうな番号が書いてありますので、ここだけ隠してみせましょうね。こんな感じの紙が入っております。こちらはですね、リアルカードの利用方法ということで、あとセットアップね、やるんですけども、まあ、その際に、ね、じゃあ必要になるっていう感じですね。それでは懸命いきます。こんな感じになってます。どうでしょうか。いや本当にね、スケルトンですねいやこれ面白いですね。これ本当に使えるんですかね。いやこれ持ってる人いないんじゃないでしょうか。いや本当に透けてて、 IC チップまで見えててね、裏面まで透けてますけども、裏もね何にも記載ないんですよね。はい、サインするとこすらないっていうね。いやこれ日本だったらまだあれかもしれないけど、海外とか使えるんですかね。はい、こんな感じになっております。いやーでもね、これは斬新ですね、デザインとしてね。なんか昔どっかのクレジットカードでスケルトンってあったらしいですけどね、私実際見たことないですからね。まあこんな感じに出来上がってたんですかね。一応ね、この下の方にね、日本語でね、利用上限金額月50万円まで、有効期限は有効化より3年、まああとはね、残高方法は 6g の、ウォレットページ見てくださいみたいなね、まあそんな感じで書いてありますね。あと一応ね、ミキシーの電話番号とかも一応記載があるっていう感じですね。まあすごいちっちゃいんで、多分カメラには映んないと思いますね。まあそんな感じの 6g となっております。いやでもこれは面白いですね。私の手透けて見えてますもんね。いやこれは面白いですね。こんなね感じの額面になっております。それではですね、次にセットアップですね。こちらはスマートフォンで手続きを行えないと、このリアルカードね利用できないそうなので、実際にねスマートフォンでやっていきたいと思います。それではね、実際にスマートフォン画面ね、これに出しておきますので、まずね 6g を開きます。そうするとですね、リアルカード申し込み中、ここでいいんですかね。あ、そうですね、アカウントとカードの紐付けっていうのがね出てきますんで、 6g にリアルカードスマートフォン、6g リアルカードにスマートフォンをかざして読み取りをしてくださいということで、まあ、読み取りができない場合は認証コードを入力。あ、それがこの認証コードですかね。はい、ですね、この紙はね捨てないように、あのリアルカードね、セットアップ済むまでは、ね、捨てないようにしてくださいね。この下に書いてあるのは多分これ認証コードだと思いますね。 QR コード等々も記載があります。ではね、カード読み込みましょう。まあ、カードありますんで、こんな感じでいいんですかね。おお、あなたのアカウントとリアルカードが紐付けされました、カード利用いただけますということで、これで OK なんですかね。一応次へ押します。そうするとリアルカードの設定ということで、リアルカードの利用有無が決めれるのかな。あ、そうですね、はい、まあ利用にしておきましょう。で、ウォレット残高を利用中というね、ウォレット残高、私今12円入ってますからね、まあこれが使えるっていう感じですね。これで戻る感じですかね。あ、そうするとリアルカードのところ、確か色変わりましたね。これまた押すと、あ、リアルカードを使えなくするっていう感じで、あ、ここで設定できるんですね。一応こちらセキュリティ対策ということで、まあ、こんな感じでできるんですね。
この機能ね、確か今までね見れなかったと思うんで、まあリアルカードだけだと思うんですけども、バーチャルカードこれ多分ないんですよね。あ、カード利用可能、あ、ありますね、できるようになってますね。じゃあ、あのキャッシュと同じで、あの利用しないときは、まあこちらね、プリペイドカードっていう風になりますんで、まあ利用するときはね、あのこちらチェック入れて、まあ利用していただければね、いいかなと思いますね。不正利用とかね、されると結構ね、めんどくさいかなという風に思いますし、まあこちらプリペイドカードなんでね、保証もね、ちょっと詳しくそこまで見てないですけど、多分ないと思うんですよね。ということで、セットアップはね、こんな感じで終わりっていった形になります。それでは次にですね、この 6g のね、おすすめのチャージ方法と、利用方法ですね、簡単に解説していきたいなというふうに思うんですけども、まあこちらね、まあ何回も言っておりますのでご存知の方も多いと思うんですけども、この 6g っていうのはですね、もともと還元率自体はないんですよね。還元率はゼロなんです。ですんで、これをいくら使っても、あの、還元はね、受けることができないプリペイドカードっていう風になってるんですよね。なんですけども、JQ エポスゴールドクレジットカードですね。こちらで選べるポイントショップっていうのはですね、ミクシーを選択していただくと、選んだところだけね、1.5% 還元になりますよっていうね、制度なんですけども、それがですね、この 6g はね、ミクシーがね、運営しておりますんで、ミクシーを選択して、6g にね、JQ エポスゴールドからチャージしていただくと 1.5% 還元っていう風になるんですよね。または JQ エポスゴールドはですね、年間ね100万円使っていただくとプラス 1% のポイントがね1万ポイントもらえるっていう風になりますんで、全体はね 2.5% 還元になるんですよね。でですね、 JQ エポスゴールドカードは JR キューポポイントがね貯まるクレジットカードっていう風になりますんで、この 2.5% 還元をですね、 JQ ミズホルードで ANA マイル交換していただくと 70% で交換することができますので、最大還元率は 1.75% っていう風になるんですよね。でポイント交換ルートはね一応出しておきますけども、 JQみずほルートですね、こちらのルートで公開していただくっていった形になります。またですね、それ以外でもね結構おすすめのね点がありまして、こちらねマイルではないんですけども、ビザラインペイクレジットカードってありますよね。2021年5月から 2% 還元になったねビザラインペイクレジットカードなんですけども、ビザラインペイクレジットカードもその 2% 還元っていうのは、この 6g ねチャージしていただいても 2% 還元取れるっていった形になりますし、またねこの 6g っていうのはですね、モバイルスイカにもねチャージすることができますので、その 2% 還元をですね、そのままスイカにね入れることができますし、先ほどね JK ポスゴールドでチャージした分に関してもモバイルスイカにねチャージすることができるっていった形になります。またね、先日ね紹介させていただいた日曜日の還元率は 1.5% の T プライムクレジットカードでキャッシュにチャージしていただいて、そこからトヨタウォレットですね、でトヨタウォレットからこの 6g ねチャージしていただくと最大ね 3.2% 還元ですね、クレジットカードのように使えるっていう風になりますんで、まあ、この方法もですねおすすめの一つだなという風に思います。またですね、こちら6月20日にリアルカードね発行が発表されたと同時にですね、ビザのね国際ブランド、このリアルカードもねビザカードなんですけど、ビザのね国際ブランドなんですけども、まあ、この国際ブランドがねビザになったことによってですね、まあ、こちらはリアルカードなんでこの番号ないんですよね。でバーチャルカードの方にビザカードね作成することができるっていった形になっておりますんで、そちらはねあのクレジットカードの番号をですね PayPay にね紐付けることによって PayPay でね利用することもできるっていった形になります。で 6g に関してはですね 3D セキュアに対応しておりませんので、この PayPay でね利用することができるんですけども、1月5000円までっていう風になりますんで、まあ5000円まではですね PayPay でも利用することができるっていった形になります。個人的にはね PayPay で使えるっていうのはねかなりいいかなっていう風に思うんですけども、まあ、月5000円までっていう風になりますんで、まあ、その点はね覚えておいてください。それでは次にですね、ちょっとね、せっかく、こちらね、リアルカード届きまして、まあ、こちら IC チップとね、あの、リップルマーク、あの、タッチ決済もね、あの、対応しているということで、ちょっとね、実際に使ってきましょうかね。なんか使える気がしないんですけど、まあ、使えないわけないんですけども、まあ、ちょっとね、使ってみたいっていうのがありますよね。ということで、ちょっとね、コンビニの方に行って、適当にね、物を買ってみたいと思います。まあ、せっかくなんでね、タッチ決済で行ってきたいと思います。それではね、コンビニの方に行ってきます。
くんですか？聞いてました？それはですね、コンビニの方から帰ってきました。まあ当たり前なんですけども、ちゃんとね決済することができましたね。いやね、これ店員さんにねほとんど見られなかったんで、まあ特にね怪しまれるとかそういうのはねなかったんですけども、まあ、これお店とか飲食店とかで今ねほとんどクレジットカードをこう渡してなんかやるっていうのはかなり減ってきてはいるんですけども、まあ、中にはねあるかなっていうふうに思いますんで、まあその時にはですね、多分まあ十中八個驚かれると思うんですよね。まあ何にも書いてないですからね。まあそんなね、あの店員さんをね驚かせるみたいなねこともねあるのではないのかなというふうに思いますね。まあ普通にね利用することができますし、またねこのタッチ決済もね利用することができたっていう形になりますんで、いやこれねかなりおしゃれですよね。ちょっとね持ち歩きたいなというふうに思いますね。ということで今回の動画はですね、 6g ね開封させていただきましたけども、先日ねリアルカードの発行手数料無料キャンペーンっていうのをこのリアルカード発行と一緒にですね行いまして、まあ本当にね1日か2日で終わってしまったんですよね。でですね、この 6g の基本スペックっていうのはあんまりね紹介してなかったんで、ここで最後ね紹介させていただこうと思うんですけども、先ほど言った通り利用上限はですね月間決済50万円までっていう風になっておりまして、でこのリアルカードはですね1人1枚ね申し込みができます。またですね有効期限は3年間っていう風になっておりまして、発行手数料はですねこちらね800円っていう風に書いてあるんですよね。キャンペーン等に割引適用ありっていうのがね出てるんですけども、これねこちらね5日からは800円になるのかもしれないですね。多分今発行するとおそらく600円でね発行することができると思うんですけども、まあ本来はね800円って言った形になりますんで、まあもしね欲しい方は、まあ、早めに発行した方がいいのではないのかなと思います。でですね、ご利用可能決済手段ということでビザタッチと IC チップ、磁気ストライプね、この3種類がね、利用することができます。でですね、こちらプリペイドカードというふうになっておりまして、利用可能な店舗っていうのはですね、公式サイトに載っておりまして、こちらね、利用できない店舗も、書いてあるんですよね。まあ、プリペイドカードなんで、月額ね、払うような決済は基本的に利用することができないんですけども、まあ、それ以外にもですね、ガソリンスタンドであったり、レンタカーとかね、あと高速道路とか、まあそういったところもですね、利用することができないですし、また税金などね、公共料金の支払いも一応ご利用不可店舗の1個っていう風にね、入っておりますんで、利用先ね、気になる方に関しては、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、こちらもね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。この動画、役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった A レマイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。